小田清介は、室町時代中期の武将。官僚、芝氏の悲観。受領名は主刑。通称は与蔵。清介は法名であり、名は、重春か。重春である場合、十の字は、芝義茂より変記を受けたものである。子に、小田与次郎か。古文書で最も古い時期に小田と署名していることが、確認できている人物であるが、初期小田氏として登場する。 藤原信正、藤原正広、小田京、広志、小田恒松、小田恒武、小田乗次との関係は不明。小田伊勢守や、小田山と守家とは異なり、終わり国に関する活動は行っておらず、芝市のもとで申し継ぎとして、主に、当時との取り継ぎを行っていたことが、当時より文書からわかる。また、東都海国原田所細谷座と、 越前国家構想信号の代官としての活動も見られる。o a 8年3月13日の吉岳日時期に小田予蔵として書出。これは小田京広氏や小田恒地区が古文書に登場するより1年早い。o a 13年7月26日の当時より文書に茂春と読める署名がある。高富木の文案4年10月7日上に登場していることから、 この時期までの生存は確認される。コートミキの文案6年2月7日上には、小田和江と四次郎との記載があることから、これまでに死去、または、代替わりしたと見られる。ABCDFGH e、小田氏の出現と、その存在形態、山崎文、検視資料編、中世に、ありがとうございます。